皆さん、こんにちは。今回は初心者向け動画の最後。このゲームで一番楽しいと言っても過言ではないボス戦。その中でも日常的に戦っていくことになる迎撃戦について解説していきます。今回の動画では迎撃戦図で戦うことになるグレイブディガーと、特殊個体で戦うことになる警護隊のタイラント級について解説していきます。上級者編ということで基本的なことは割愛しますが、報酬は上位の難易度の最低報酬の方が下位の難易度の最高報酬より多いこと、特殊個体はイベントのチャレンジモードと同じように200レベル固定であること、あとは本番で編成を変えたくなった時はタスクキルをすると挑戦回数を減らさずに再挑戦できる。ここら辺は覚えておいた方がいいかもですね。では早速各ボスの解説を始める前に、すべてのボスに共通する攻略のポイントがいくつかあるので、それを先に紹介してしまいます。まず一つ目、迎撃戦では火力が正義ということ。迎撃戦図で戦うグレイブディガーでは、連続で出現する赤丸を破壊するために。特殊個体では HP が6200万と迎撃戦図の3倍近い HP で、赤丸やパーツの耐久力も同じように高くなるため、それらを削り切るための火力は非常に重要になります。火力を出すには主に装備キャラクター武器の3つの要素が大きく影響します。まずは装備の重要性について。と言っても迎撃戦図までは装備よりレベルの方が手っ取り早い強化方法ですが、レベルが200固定の特殊個体では話が別です。レベルをいくら上げても戦力の強化には繋がらなく、スキル装備好感度を上げていく必要があります。さらに特殊個体からはティア級装備がドロップし、それによる基礎ステータスの上昇は非常に大きいです。T 級装備はルブレイでもかなり攻撃力が上昇しますが、頭と腕の装備は特に攻撃力の上昇量が多いため、アタッカーの頭と腕は必ずレベルを5まで上げましょう。オーバーロードでもさらにステータスが上がるのでアタッカーはなるべく早くオバロしたい。次はキャラクターですね。現在のニケで対ボス性能が高いキャラクターは主にこのあたりになります。特に今特殊個体で最も多くのユーザーが使っているであろう編成がこの編成。完成させれば全ての特殊個体をこの編成一つで済ませられるため、作れるのであればこの編成の育成を目指していきたい、のですが、この編成を従前に活かすためにはアリスの育成が必須であったり、まだキャラクターが育っていないということがあると思います。なので今回の動画ではアルトアイゼンを除いてこの編成を使った攻略はしません。代用として他のキャラクターを使って解説しますが、基本的にこのキャラクターを持っている場合、そちらの方が楽に討伐できるので、そこら辺は各々の環境に合わせて工夫していきましょう。では最後、武器について。このゲームでは武器種によって DPS が大きく変わります。先ほど強いキャラクターを紹介しましたが、そのキャラクターが使えない場合、いかにスキルを上げずに火力を出すかという点が重要になってきます。そんな時に重要になってくるのが武器性能。ということで相談数初期値での DPS の表がこちら。ニケによって若干性能が違ったり、ゴアキューブやオバロで DPS は変わりますが、基本的にこんな感じになっています。特徴的なのがぶっちぎりトップのショットガン。ショットガンは1発で10個のペレットを発射するのですが、この DPS はそれら全てがヒットした場合のものです。とはいえ迎撃戦で戦うラクチャーは全員タイラント級、基本フルヒットできる想定で大丈夫です。なので困ったら火力型のショットガンを入れておけ、ってことになりますね。あと一つ覚えておきたいのが DPS 最低のロケランについて。この表では最低値ですが、ロケランの進化は爆風でパーツを巻き込んだ攻撃にあります。このゲーム、本体とパーツに当たった攻撃はダメージ処理が個別で行われます。特に強力なのがパーツ3つが密集している透過器具を相手にした時、パーツと本体で4ヒットするため DPS は SG を大きく超える367%まで跳ね上がります。相手にもよりますがミサイル攻撃などの処理も得意なので優秀な武器の一つですね。ちなみに先ほど強いと言ったアリス・マクスウェル・スノーホワイトも、この爆風と同じ働きを行う貫通効果という特殊効果を持っています。ただでさえ強いそのキャラのバーストが、貫通効果により2倍、3倍とダメージが増えるので、それがこのキャラたちが強いと言われている理由の一つです。ということで火力の話はここまでとして、次は耐久面で覚えておくだけで生存率が段違いに上がるテクニックを紹介します。それがステップ回避と呼ばれるテクニック。このゲームではミサイルなどの弾速が遅い攻撃は、当たる直前に排動することで回避できることがあります。緊急回避に使えるのはもちろん、狙って発生させることもできるため、相手のミサイル攻撃への回答が一つ増えるので使えるようになっておくと便利です。
して、この現象が発生する理屈についてですが、リロード中のキャラクターに飛んでくる攻撃と、射撃中のキャラクターに飛んでくる攻撃では、相手の攻撃の着弾位置が変わります。デコイ系スキルを使っているキャラもデコイを狙うようになっている。で、その着弾位置は基本的に発射時に確定されます。その結果、弾速が遅いミサイルなどは発射時に射撃中のキャラを狙った攻撃を、着弾時にハイドすることで回避できる、というわけです。ちなみにこのテクニックはキャラクターの当たり判定に依存するため、射撃とハイドの当たり判定の差が小さいキャラとは相性が悪く、ちょっと当たったりすることもあります。ということで基本的な解説は終わり、次からはここの解説に移ります。まずは迎撃戦図でも戦うことになるグレイブディガーについて、グレイブディガーとの戦闘は一度やればわかると思いますが、ただひたすらに赤丸を破壊していくゲームです。と入ってもそこには結構いろんな要素があるため、順に解説していきます。まずグレイブディガーの形態について、グレイブディガーは残りゲージ数でフォルムと行動が大きく変わります。まず開幕時は第1形態、この状態では赤丸は2個しかありません。成功するとディガーは1つ下がり、失敗すると1つこちらに向かいます。最前列で赤丸を失敗、つまり初期1で2回連続で失敗すると攻撃されますが、赤丸を成功し続けると、最大4回連続で失敗するまで攻撃してこなくなります。ここで行ってくる突進攻撃は全体攻撃です。遮蔽物で最大2回までは受けられるので攻撃は必ず全体ハイドで受けましょう。解放した手では全滅しますが、レベルを上げると耐えられるようになる。また赤丸2回に1回、2発のミサイルを飛ばしてきます。このミサイルにはスタン効果があり、突進を受けるだけでもギリギリなので、ここでダメージは受けたくありません。壊せそうにない場合はステップで回避することもできますが、ミサイルの位置次第で遮蔽物が削れ、安定した対処とは言えません。なので落とせそうなタイミングを見てしっかり落としましょう。第1形態の行動はこの3つです。赤丸を潰しながらダメージを与え、4ゲージ目に入ると第2形態に移行します。この形態では行動は変わりませんが、その代わり赤丸が3つに増えます。形態変化で赤丸状況もリセットされ、第1形態でいくら成功していても、第2形態に入った直後に2度赤丸を失敗すると攻撃が行われます。この形態はとにかく赤丸破壊がしんどいです。赤丸失敗時のダメージ自体は変わっていないため、一度攻撃を食らうこと前提でゴリ押し、という選択肢もあります。ちなみに第3形態の方が赤丸は柔らかいです。そして7ゲージ目まで削ると、形態は最後の第3形態に移行します。第3形態ではミサイルがなくなるため編成によってはやりやすくなるかも。赤丸も数自体は変わらないものの、一つ一つが柔らかくなっています。その代わりとして、赤丸は連続で成功しても2連続失敗すると攻撃され、さらに第3形態に入った直後の赤丸で失敗してしまうと、その時点で攻撃されてしまいます。また突進自体にもバリエーションが増え、失敗時にランダムで遮蔽物貫通の紫の雷をまとった突進を行うようになります。この突進を耐えるのはまず不可能なので、紫の雷をまとっているのが見えたら即座にリトライしましょう。ちなみに雷をまとっていない場合は第1、2形態と同じ突進です。で、そんなグレイブディガーの攻略法について、今回はおすすめキャラ立ち回りグルの3つの視点で見ていきます。まずは赤丸破壊のコツについて、グレイブディガーはほぼ赤丸を破壊するだけなのですが、よほどの火力がなければフルバーストタイム以外では壊せません。なので編成を考える上で重要になるのが、バースト CT 短縮とバーストゲージための速度。電車は現在実装されているキャラでも6人しかいないので、持っているキャラを入れておきましょう。後者はキャラクターの武器やスキルでかなり変わってきますが、最もおすすめなのが分割リロード SG です。冒頭にも言った通り SG 自体通常攻撃が強いので、グレイブディガーと非常に相性がいいのですが、その SG のうちリロードを分割して行う SG は全武器の中でもトップクラスに、バーストためが早いです。分割リロード SG を持っているのであれば、とりあえず入れておくだけで攻略は楽になると思います。他のおすすめキャラは矢印に置いてある通りですね。ちなみに第2形態からの3つの赤丸を壊すときは、なるべく左右の赤丸から破壊し、その後に真ん中の赤丸を破壊する、という意識を持っておくとそこそこ破壊しやすい気がします。2つ目はバーストの発動タイミングです。先ほど言った通り、赤丸の破壊はフルバーストタイムが重要。基本的にはオート発動で大丈夫ですが、そうしない方がいい場合もあります。それが形態変化の前後です。
形態変化が行われる4ゲージ目と7ゲージ目ですが、その時グレイブディガーは行動を中断し、一度後ろに下がります。今の画面のようにこの時フルバースト状態に入っていると、フルバーストタイム残り数秒で赤丸を破壊する必要が出てきます。それだと赤丸を破壊するのは難しいので、できる限り変化と最初の赤丸に合わせてバースト発動することができればさらに戦いやすくなるはずです。では最後、成功法ではないグレイブディガーの攻略について。まず一つ目がノアの全体無敵を使った攻略。グレイブディガーの失敗時の突進全体攻撃は、ノアのバーストを攻撃に合わせることでノーダメージで切り抜けることができます。ノアのバーストは40秒に一度しか使えませんが、迎撃戦図で6段階まで無理やり進める時には重宝するでしょう。また、バースト CT 短縮キャラを大量に編成に入れることで、無理やりノアのバーストを間に合わせることもできます。こちらはキャラ資産が必要なので初心者向きの攻略ではありませんが、これも選択肢の一つではありますね。では次、スノーホワイトでの貫通。普通にやっているとあまり気にしないことですが、ディガーの第一形態にはパーツが3つあります。これら壊したとしても特に何が起きるわけでもないのですが、これらのパーツはロケランの爆風や貫通効果で巻き込むことで、与えるダメージが倍々に膨れ上がります。特に効果が顕著なのがスノーホワイトやマックスウェル。第一形態は十分な角度をつければ4ヒットする箇所が存在します。1ヒットでも強力なバーストが複数ヒットした時の火力発射マジック。赤丸が硬くて厄介な第二形態を丸々すっ飛ばすことや、十分育てることで開始15秒でワンタンすることもできます。スノーホワイトやマックスウェルを育てている場合は、試してみるのはいかがでしょうか。ということでグレイブディガーはここまで。次はディガーの次、ブラックスミスの攻略に移ります。まずはブラックスミスの行動からですね。ブラックスミスの行動は7ゲージ目の前後でちょっとだけ変わり、前半は15秒周期でミサイル攻撃とライフル攻撃をループします。ミサイル攻撃ではランダムな2キャラに向けて、ミサイルが発射されます。ミサイルは1発1発がかなりダメージが高し、まともに食らえば即死級のダメージになります。また結構硬いため、普通に落とそうとしたら、ロケランの爆風でまとめて落とす、フルバースト時の通常で落とす、あとは全体バーストで落とすといった方法が必要になります。しかしこの攻撃は最初にも言ったステップで回避することもできます。ミサイルを落としきれなくても全体ハイドで被害を抑えられたり、ノイズのような挑発キャラでこのように回避することもできます。ミサイルが発射されるとその後すぐ両方のライフルから、攻撃がランダムなにキャラに各3発、計6発飛んできます。このライフルは回避はできないため強制ダメージになりますが、ダメージもかなり多く、両方のライフルから集中砲火されると、装備が不十分の場合1回の攻撃で落ちてしまうこともあります。ヒーラーを入れると長持ちしますが、それでも集中すると落ちてしまうので、ライフルの発射音が聞こえたら全体ハイドを行い、遮蔽物と HP で分散して受けるとより長く戦いやすくなります。その場合はリターやビスケットの遮蔽回復キャラを編成に入れておくと、さらに戦いやすくなりますね。で、7段階目に入るとブラックスミスは後ろに大きく下がります。この動作の後に赤丸が3つ出現します。これを失敗すると即座に全体に超強力な攻撃が飛んできます。基本的に即死なのでこの赤丸は必ず壊せるようにしておきましょう。後半からは行動順がちょっとだけ変わり、合間に現在 HP が一番高いキャラを負担させる攻撃が追加されます。この赤丸も失敗すると即死級のダメージ操作中のキャラが負担しても、合わせずアタッカーに操作を変えて壊すようにしましょう。ブラックスミスの行動はこんな感じです。それではそんなブラックスミスにはどんな編成で挑むのがいいか。まずはオーソドックスな編成から。ポイント1、ミサイル破壊要因。15秒周期でミサイルが飛んでくるのでなるべく CT 短縮キャラは欲しいです。全体バーストを2枚積むのが操作としては一番楽になりますが、その場合火力を出せるキャラが限定されることには注意しましょう。集中攻撃で破壊する場合、ロケランキャラが落としやすいです。フルバーストタイムの集中砲火でも大体落とせるので、無理なく編成できれば入れるくらいの気持ちで大丈夫です。そしてヒーラー、結構な回復量が必要なので、所持しているならグランノワールやラプンツェル、最近出たマルチャーナや、手動操作限定ではありますが、ペッパーもおすすめキャラですね。この編成はミサイルを頑張って壊し、ライフルは基本 HP で受けて回復。回復が追いつかないなら遮蔽で多めに受ける。そんな真正面から戦う編成になります。対して私が一番おすすめの編成がこれ、ノイズ自由枠4編成です。
実はブラックスミスの攻撃はノイズ一人でほぼ貫通できます。まずはミサイル発射直前に挑発をかけ、射撃姿勢でミサイルの発射を待ち、ミサイルの発射が確認できたら今度はライフルを見ます。ライフルが攻撃してくる直前に再度挑発を入れ、ライフルの攻撃を HP で受けます。ライフルが6発すべてノイズに向かいますが、ノイズには HP 増加額があるので、同装備が低級でルブ3くらいあればスキル2が4でもギリギリ耐えられます。ただしノイズの HP はギリギリなので、ライフルを受け終わったら最大 HP バフが切れてからかけ直すことで HP を回復していく。この繰り返しですね。いろいろ言いましたが、つまりノイズの HP を回復し続けながらミサイルを全て回復するだけで貫通できるというわけです。遮蔽物やノイズのバーストを使えばさらに攻撃を受けるのは楽になりますし、説明は面倒そうですが、やってみると案外簡単です。ノイズで貫通することのメリットとして、他の4人が攻撃に専念できるというのが大きいですね。全体バーストにこだわる必要はありませんし、ミサイルを破壊する必要もない。なのでノイズを持っているのであればまずおすすめの編成です。ということでブラックスミスについては以上。次は特殊個体最弱候補の一人である十勝部くん。まずは行動から見ていきましょう。まず十勝部は最後方から目の前まで飛び込みパンチをしてきます。最初の1回は必ず中央のキャラを狙って飛び込んできますが、その後はランダムターゲットとなります。この飛び込みパンチの威力はかなり高く、遮蔽物は一撃で壊され、SSR キャラでなければワンパンされてしまいかねません。そのため優秀なヒーラーでもいない限り基本的に遮蔽で受けるのが安全です。また、このパンチを HP で受けた場合、そのキャラには防御デバフが2スタック分溜まります。防御デバフ自体は痛くないのですが、問題はそのスタックが7まで溜まった時、HP がどれだけ残っていようがそのキャラは即死してしまいます。ブランの複数で耐えることもできないので、なるべくこのスタックは溜めないようにしたいです。その後飛び込みパンチをしたキャラに左右のミサイルポートから連続して、ミサイルを計18発射してきます。このミサイルは HP がかなり低く、マシンガンがかすっただけでも、破壊することができますが、問題となるのが2箇所のポートから連続して行われること。両方のミサイルポートから放たれる上、間隔も短く早いため、連射武器などで両方を撃ち落とすのはなかなか難しいです。またミサイルを1回受けるごとに防御デバフも1つ増えるので、ここでミサイルを食らうのはなるべく避けたい。そのため十勝部戦ではこのミサイルをどれだけ貫通できるかが、勝利への鍵となります。そしてミサイルを撃った後は少しだけ後退し、赤丸攻撃が来ます。この赤丸も例のごとく失敗すると全滅するダメージなので、落ち着いて攻撃力の高いキャラで破壊したいですね。赤丸攻撃が終わると十勝部は大きく後ろに後退し、サイドジャンプ攻撃からループします。基本はこの3つの行動のループですが、条件を満たすと行動が少し変わります。まず気をつけたいのがコアを破壊しないこと。十勝部はコアを破壊した次のターン、コアを再生し、全体へ遮蔽物貫通の即死級のダメージを与えてきます。育てているキャラクターでも瀕死に陥ることもあるため、コアを壊してしまったらおとなしくリトライするのが賢明です。そしてこちらはあまり気にすることはないのですが、ミサイルポートを両方壊してからしばらくすると、十勝部はミサイルポートを復活させます。その後の攻撃はジャンプ攻撃とミサイル攻撃の対象がバラバラになったり、赤丸の代わりになんかよくわからないミサイルを飛ばしてきたりなど、行動が結構変わるのですが、終盤の変化にしては影響が小さいので、無視しても特に大きな影響はないです。そんな十勝部の攻略について、ブレイブディガーにショットガンを連れていくように、十勝部にはロケランキャラが異常に刺さります。ロケランは爆風がパーツに当たればダメージが倍々に増えますが、十勝部は3つの V が密集し、ほぼ4ヒットが確定しています。そのため単純にダメージが稼ぎやすいことに加え、さらにロケランキャラはミサイル落としでも大活躍します。それがこちら。このようにロケランをチャージせずに撃つことで、ロケランの爆風によりミサイルを落とすことができます。中級者編で言ったロケランの速射ですね。慣れるまでにちょっと練習は必要ですが、後々キャンペーン攻略やアリスの速射でも使うことになるので、できるようになると後々も使えるかも。他の選択肢だとモダニアバーストが何も考えずに撃ち落とせて楽ですね。また最近実装されたエイプンもバーストでチャージ速度を上げることで、オートでもかなりのミサイルを落としてくれます。ただしエイプンはパーツダメージが上がってしまい、コアを破壊しやすくなってしまうためプービーのような、敵本体にダメージを与えるキャラと一緒に編成するのがおすすめです。ミサイルを対処できるようになれば地に気をつけるのはパンチです。
射精物で受けられるパンチですが、このパンチは単発の攻撃なので、センチやグランなどのバリアでも完全に防ぐことができます。その他にもビスケットのバーストで壊された射精物を復活させたりといった対策もあるので、できるのであればしておくと戦闘が進めやすくなります。ミサイルとジャンプ攻撃、この二つの対策ができていれば、透過器具に恐れることはありません。といったところで透過器具は以上。4体目は真の特殊個体最弱と名高いモダニア。と入ってもモダニアは火力がなければ2段階すら厳しいボスでもあります。その原因がこのレーザー。このレーザーは全体に大ダメージを与え、さらに HP で受けるとスタンします。非常に強力な攻撃で、この攻撃はコアを壊さない限り、ずっと落ちてきます。全体ハイドで1回は耐えられますが、2度目は耐えられないので、2回目のレーザーが来る前にどうにかしてコアを破壊する。これがモダニア攻略の全てです。全ては言い過ぎたかもしれませんが、コアを壊すと羽を両方壊さない限りミサイル攻撃とバルカン攻撃の、3つの行動を延々とループしてきます。どちらも対処しやすい攻撃なのでコアを壊せばダメージはかなり伸びます。まずはバルカン攻撃から、モダニアは行動の合間にバルカンから攻撃を行ってきます。スミスのライフル攻撃と同じく回避は不可能ですが、こちらはダメージが低いので基本無視してもなんとかなります。とはいえ3分戦闘するとなるとそこそこの回数が積み重なるため、安定を取るのであればヒーラーは欲しいところ。次はミサイル攻撃ですね。モダニアは後ろに下がった後、両方のミサイルボートから3発ずつミサイルを発射してきます。このミサイルは弾速が速く、間隔が空いているため、落とすのはなかなか難しいですが、その代わりミサイルなのでステップ回避が可能です。スミスと同じくノイズで貫通できたり、ある程度は普通に落とし、落とせそうになかったら全体ハイドでも、被害はかなり抑えることができます。そんな優しいモダニアですが、翼を両方壊すと老変します。モダニアは後ろに大きく瞬間移動し、そのまま瞬間移動しながら超落としづらいミサイルを連射します。極めつけはミサイルを発射しきった後にコアが復活しレーザーを行ってきます。大幅に難しくなるので、特殊個体ではモダニアの胴体のみ狙い、羽にできるだけダメージを与えないように立ち回りましょう。ということでモダニア戦のテクニック、まずコア破壊にかなり有効なスキップについて、通常であれば操作していない味方は一番近いパーツを狙いますが、モダニアの登場シーンで、モダニアの本体が映った時、にスキップすることで、味方全体がコアを狙うようになります。これの有無ではモダニアの攻略難易度はかなり大きく変わるので、火力が足りずに壊せないという時は使ってみることをお勧めします。コア破壊におすすめのキャラはこんな感じ。ちなみにモダニアのバーストはミサイル落としには優秀ですが、バーストを打つとパーツへのダメージは低くなるのでコア破壊向きではないかも。では次、羽を壊してしまう技のテクニック。まずはモダニア交代中の羽の破壊。通常であれば羽を両方壊した瞬間モダニアは後ろに瞬間移動しますが、モダニアが交代中に残りの羽を壊すと、瞬間移動の前に羽が復活し、モダニアが瞬間移動しなくなります。また、そもそも羽を壊さないようにするテクニックもいくつかあります。まずはアタッカーを操作すること。モダニアの羽が勝手に壊れる原因はフルバーストタイム外で、味方が勝手に羽を狙うことにあります。そのため、アタッカーを操作すれば羽へのダメージは抑えられます。二つ目が壊れている羽と逆のキャラを操作する。このゲーム、味方の攻撃は全て操作キャラから出ています。また逆端の羽を狙おうとすると、その攻撃はほとんど本体に吸われるので、操作キャラと逆の羽は異様に削れにくいという現象が発生します。完全に防ぐことはできませんが、かなり壊れやすさが変わるので、もし困っている場合は使ってみてください。とまあこんな感じですね。モダニアはコアさえ壊せばあとはミサイルを対処するだけで、かなりダメージを伸ばすことができます。なので頑張ってコアを破壊しましょう。最後はラスボス、アルトアイデンです。特殊個体は軒並み火力が高めですが、このアルトアイデンは特に高く、どの攻撃もまともに食らえば一定済みのキャラでも余裕で落ちます。そのため必要になるのがどれだけ相手の行動を封殺するか、パーツを壊せば行わなくなる攻撃もあるので、パーツを一定時間内に壊す火力が必須のボスです。中途半端な一定ではこの火力が出せないことが多く、攻略のためにはアタッカーのオバロやスキル一定はほぼ前提と言えます。ではそんなアルトアイデンの行動から見ていきましょう。アルトアイデンは行動自体は大きく分けて3つです。まずは開幕にも行ってくるミサイル発射。このミサイルは他の特殊個体と比べてもひときわ硬いので、
すべて落とす場合はかなり高い攻撃力が要求されます。ただこのミサイルも他の個体と一緒でステップ回避で避けることができるので、開幕のミサイルは当たる直前に全体排動することで避けられます。しかし第2形態ではこの攻撃が絶え間なく行われるので、このミサイルを普通に撃ち落とせるだけの攻撃力は必要になってきます。ミサイル攻撃が終わるとアルトアイゼンの右側に移動します。そこにはミサイルポート1機、タレット2機の計算機のパーツがあり、ポート矢印タレット2機の順番でパーツから攻撃が行われます。パーツを壊せば攻撃は止まりますが、このパーツ自体もそこそこの HP があり、攻撃される前に壊すというのはかなりの火力が必要になります。ではそれぞれの攻撃を見ていきましょう。まずはミサイルポート、これはランダムなターゲット1人に計10発の砲弾が発射されます。砲弾は破壊などで防ぐことができず、さらにダメージが非常に高いので、まともに食らうと腹痛や無敵などの手段でしか耐えられません。ちなみにこの後解説しますが、この攻撃は一部キャラ限定でステップ回避ができます。次にタレットからの攻撃。ミサイルボートからの攻撃が終わる直前くらいに、横のタレット2機からランダムな対象1人に攻撃が来ます。例のごとくまともに食らうとそのキャラは死んでしまうほど強力で、ミサイルボートはまだノイズステップで回避することができますが、この攻撃は回避もできません。片方のタレットを壊せば耐えられると思いきや、片方のタレットを壊すともう片方のタレットの攻撃力が倍になります。そのためただ片方壊すだけでは耐えられないのですが、タレット攻撃が始まってから片方のタレットを壊すと若干ですがダメージを抑えられるので、1回だけなら耐えられる場合もあります。またたまにこの攻撃は外れます。狙って起こすのは難しいので、それ前提の立ち回りは厳しいですが、ギリギリの時に起きるとラッキーくらいですね。このパーツ3つを破壊したら次は戦場は左側に移ります。左側ではタレットとミサイルボートの順番が逆になっていること以外は右側と大体同じです。左側のパーツも全て破壊すると後ろに下がり赤丸攻撃が来ます。この赤丸は失敗すると射程貫通の全体攻撃を行ってくるので、失敗した時はすぐにリトライしましょう。赤丸攻撃が終わるとその後は左側に移り、今度はミサイルを2回発射してきます。だいたいここら辺で7ゲージ目まで到達し、アルトアイゼンは第2形態に移行します。第2形態では構造は単純になり、ミサイル8発と赤丸攻撃をループします。ミサイルは第1形態と変わりませんが、頻度が高くなるのでバーストを早く回してミサイルを破壊する必要があります。またミサイルの着弾の直前くらいから車体中央に赤丸が出現します。ミサイルの対応が遅れるとこの赤丸の対応ができず壊滅状態に陥るというのが第2形態の負けパターンです。赤丸攻撃は失敗すると全体に突進攻撃、その後に爆発します。突進自体はそこまで痛くありませんが、爆発は即死というのがダメージなので失敗はなるべく避けたいです。ちなみに一応この爆発は射程物で耐えられます。行動パターンはこんなところですね。では実際の攻略に移りましょう。今回はボスのよく使われている編成を紹介します。手持ち、火力に応じて自分の使えそうな編成を使ってみてください。ではまずは桜×ルドミラ。桜のバーストスキルで風圧属性のダメージを 60% カット、それとルドミラのフルバースト時の挑発ダメージカット 40%、 その2つを組み合わせるとダメージ 100% 矢印カットのルドミラが誕生。カット率が 100% を超えると受けるダメージは1になるので、その間はどんな攻撃を受けても無敵というわけです。桜のスキルが戦闘中1回しか発動できず、しかも30秒しか効果が続かないため、その30秒のうちに左右のパーツを全て破壊できるかが鍵となります。それ以外は全部自由ですね。桜自体が CT 短縮を持っているため基本的に CT 短縮も必要ありません。なのでグラノワールと組み合わせることもできたりします。ちなみにグラノワと組み合わせた場合、ルドミラの最大 HP を編成の中で最低にしておくとグスが付与され、後半も硬くなります。編成の自由度が高く、この後紹介する編成と比べても要求される火力は低めなので、おすすめの編成です。次はノアビスケット編成。ノアの挑発と無敵、それとビスケットの防御型の HP が 50% を切った時に5秒間の無敵を2回貼るスキルで、序盤の猛攻を耐え忍んでそのうちにパーツを破壊しようというコンセプトの編成です。ノアの無敵は3秒間なので攻撃が長いボートからの砲弾は受けきれないので、ビスケットの無敵に任せタレットの攻撃を防ぐように使いましょう。メンツこそ変わりますが、やること自体は前の編成と変わりません。ビスケットもノアもバーストになので、桜ルドミラとは違って、
バースト1がギリン枠となるのがこの編成の特徴です。ギターを入れるのもいいですが、この編成はドロシーを入れるのもあり。特に水ギアミスから始めた人は水ギアミス、プリバキと合わせるとビスケットのリロード速度が 100% を超えるので、リロードが不要となり、一心不乱に速射をすることでビスケット自身がバースを壊せるアタッカーになってくれます。3つ目の編成ですが、ここで火力推しの編成についても紹介。というよりブランを使ったタレットの回復方法についてですね。ブランのバーストには回復デバフだけでなく、最低 HP のキャラに複数を付与することができます。そのため、このようにタレットの攻撃中に、そのキャラがやられてしまう前にブランのバーストを使うことで、狙われたキャラは HP1 で耐えることができます。火力でゴリ押し編成において、不当な攻撃の回避手段なので、もう少しで火力押しでクリアが狙えるという方は使ってみるのもいいかも。また、これは全ての編成に言えることですが、アルトアイゼンでは横画面、もっと言うと PC 版の 21:9 の解像度の方が、パーツに攻撃できる時間が長いので有利です。火力押しの編成ではその差が顕著に出るので、PC で遊べる方は PC を使うことをお勧めします。4つ目の編成はノイズ×ディーゼル編成。ミサイル砲塔系ノイズ、タレットをディーゼルで受ける編成です。タレットは言ってしまえば10発の連続攻撃なので、1回受けるごとにダメージを回復するディーゼルのバーストで貫通できます。で、ノイズでミサイルポートの攻撃を受ける方法、それがノイズステップと呼ばれるテクニックです。原理としては今までも使っていたステップ回避と同様です。砲弾が発射された時と楽の姿勢で受けるというもの。砲弾は発射から100弾まで4発分の間隔があるため、4発ごとに姿勢を入れ替えると全ての弾が避けられるわけです。この方、ノイズステップ自体は慣れればできると思いますが、この編成で最も重要なのがディーゼルとノイズの挑発の使い分け。挑発は後にかけたものが優先されるという仕様があるため、ディーゼルの挑発をかけた後は絶対にタレットの攻撃を受けるまで、ノイズの挑発をかけてはいけません。タレットの攻撃が来る直前にフルバーストを発動すればいい話ですが、ノイズの挑発はフルチャージ攻撃を当てた時にのみかかるので、わざと攻撃を外すことで挑発をかけなくしたりもできます。そんなこんなで操作難易度は非常に高いです。そんなこの編成のメリットですが、要求される火力が非常に低いことが挙げられます。タレット2機を破壊さえすればミサイルボートで耐久ができるので、その間にバーストをため直し、左のタレットに万全の状態で挑みます。もちろん第1段階を低火力で抜ける分、第2形態では苦労することになりますが、そこら辺は他の編成と変わらないため装備を整えれば良い、という話です。5つ目の編成はスノーホワイト×ノイズ。4つ目と同じくノイズで耐久する編成になります。ただ両方のタレットを火力で破壊するというのが違います。左端に編成したスノーホワイトであれば少し難しいですが、バーストで両方のタレットを1発で破壊することができます。ミサイルポートだけになればノイズで無限に耐久できるので、バーストが返ってくる40秒間の間耐久することで、今度は左側のパーツを全て一撃で壊してしまおう、という編成になります。左側のパーツを壊す際、ミルハなどの強力なバフを乗せることで、苦戦するはずの第2形態を丸々スキップして倒せるというのが大きな特徴になります。グレイブディガーのワンパンと比べて要求される火力は非常に低いですが、それでも2回で倒そうとするのであれば、スノーホワイトのバーストルブ10等は腕のオーバロくらいは必要になるので、一定のハードルとしてはなかなか高いです。正直今まで紹介した編成の中で一番楽と言っても過言ではないですが、そこまでスノーホワイトを育てる人が少ないこともあり、ほとんどスノーホワイトを育てた人へのご褒美みたいなところはありますね。ちなみにもっと育てると、最初のスノーホワイトのバーストだけで、ワンパンできるようにもなります。ということでアルトアイゼンの攻略は以上。これにて特殊個体前後ボスの基本的な攻略は解説終わりです。前3回のニケ初心者向け攻略もこれで最後。特殊個体を全て倒したあなたはもう立派なベテラン指揮官です。とはいえニケにはまだまだいろんなコンテンツがあります。特殊個体で鍛えた装備でストーリーを攻略するもよし、好きなキャラで特殊個体を倒すのもよし、ボス戦が楽しいって思った方は共同作戦やレイドを楽しむのもよし、楽しみ方はいろいろあるので自分なりの楽しみ方を見つけて、これからも楽しんでいきましょう。ということで今回の動画は以上。めちゃくちゃ長い間ご視聴ありがとうございました。高評価コメントいつもありがとうございます。励みになってます。それではまた次回お会いしましょう。